欧州補給機は欧州宇宙機関が開発した国際宇宙ステーションに燃料や水、空気、補給品、実験装置を運搬する無人宇宙補給機。補給ミッションのほか、大気の抵抗によって降下する ISS をリブンストによって軌道高度を調整する役割も担っている。打ち上げはフランス領ギアナのクール宇宙基地からアリアン後、ロケットで行われ、 約10日間の飛行の後、ISS へと到着し、ズベズダ後方のドッキングポートへ自動ドッキングする。初飛行は数回にわたって延期されていたが、2008年3月9日に初号機、ジュールベルヌが打ち上げられた。運用計画は2014年の5号機、ジョルジュルメートルで終了した。水タンク燃料タンク ATV は、 ロシアのプログレス補給船を保管する目的で計画されプログレスの3倍の輸送能力を持つ。液体や比較的壊れやすい貨物などはプログレスと同様に機密の保たれた弱部に格納されており ISS とドッキング中宇宙飛行士は宇宙服の着用なしで弱圧カーゴ区画へ入ることができる。弱圧カーゴ区画は スペースシャトルが ISS との間の貨物輸送の際にコンテナとして利用したイタリア製の多目的補給モジュールの構造を基礎として開発された。また ATV はプログレス同様分離時には ISS のゴミを搭載して廃棄するコンテナとしても利用される。ATV の打ち上げ時重量は20.7トンで最大7.667トンまでの輸送能力を持つ。 内訳は以下の通り。ドッキング解除後、最大6.5トンのゴミを積載した ATV は大気圏へと突入し、燃え尽きる。初号機、ジュールベルの ATV はイズワストリアム、スペーストランスポーテーション社が中心となって、コンソーシアムを結成して開発が行われた。主要請負い業者のオフィスは、フランスのレムローに置かれていたが、 開発が完了し初号機の製造が始まった時点で、ドイツのブレーメンへ移された。受け負い業者と餌の連携を容易にするために、開発期間中は、餌の統合チームがれ、ムローに設立された。初号機には、ジュールベルヌという名前が与えられた。近代発のサイエンスフィクション作家であるジュールベルヌから、その名が付けられた。 イズ・アストリアム・スペース・トランスポーテーションは ATV-2 以降はジュールベルヌを組み立てたブレーメンの施設で ATV を製造している。ATV を2年に約1機ずつ計護機打ち上げることに関して2004年に契約と協定が調印された。これを受けてロシアの RSC エネルギアは イズ・アストリアム・スペーストランスポーテーションの主な下請け会社の一社であるイタリアのアレーニアスパーツを現在はタレス・アレーニア・スペースへロシアのドッキングシステム、燃料補給システム、ロシア装置の制御システムを提供する契約を4000万ユーロで結んだ。イズ・アストリアム・スペーストランスポーテーションが主導するプロジェクトの範囲内でタレス・アレーニア・スペースは ATV の夜カーゴ区画を担当しており、この圧貨物室は、イタリアのトリノで製造されている。2009年2月19日、エサは、欧州補給機2号機を、ドイツの天文学者にちなみ、ヨハネス・ケプラーと命名した。2010年3月16日、エサは、欧州補給機3号機を、イタリアの物理学者にちなみ、エドアルド・アマルディと命名した。 2011年5月16日、エサは、欧州補給機4号機を、ドイツ、スイスの物理学者にちなみ、アルベルト・アインシュタインと命名した。2012年2月16日、エサは、欧州補給機5号機を、ベルギーの物理学者にちなみ、ジョルジュルメートルと命名した。ATV は当初は7号機までの計画があったが、その後2機がキャンセルされ、 5号機で計画は終了した。エサは ATV 計画終了後に NASA のオリオン宇宙船の推進機構の開発に注力することになった。ATV 初号機ジュールベルヌのドッキング機構 ATV は赤道付近にあるギアナ宇宙センターのエラマイナス3発射施設からアリアン号ロケットで 300km 上空の軌道へと打ち上げられる。ATV が ロケットから分離されると誘導装置が起動し、スラスターを点火して加速して ISS へ向かう繊維軌道に入る。約10日間の軌道調整の後、ATV は ISS の 30km 後方かつ 5km 下方の位置へ到達する。そして軌道を2周する間に最終アプローチを行う。ISS とのドッキングは日本の宇宙ステーション補給機と違い、 完全に自動で行われる。もしも最終段階で何らかの問題が発生した場合にはメインの誘導システムから完全に独立している一連の衝突回避マニューバーが起動する。また非常時には ISS の宇宙飛行士がドッキングの中止命令を送信することができるようになっている。ATV がドッキングすると ISS の乗員は貨物区画へとハイリペイロードを運び出す。 ATV の液体タンクは ISS の配管へと接続され、液体が ISS 側のタンクへ移送される。また、乗組員はバルブを手動操作で開放することで、空気を直接 ISS 船内へ放出する。ATV は最大で6ヶ月間、ハッチを開放したままで ISS に止まることができる。空いた。 貨物区画には ISS で出たゴミが詰め込まれる。ドッキング中は必要に応じて ATV のスラスターを使って ISS の高度の上昇及び加工が行われる。ミッションが完了するとゴミを満載した ATV は ISS から分離しスラスターを使って軌道速度を減速させることで周回軌道から離脱し南太平洋上空で再突入する。 各機のミッションは以下の通りである。NASA が2010年までにスペースシャトルを退役させると決定したことから欧州宇宙機関は ATV の発展型や改良型の可能性を研究した。研究の多くは ATV に物資回収能力を持たせるものだったが、いずれも検討段階までで終わった。小型宇宙ステーション MSS コンセプトは 将来へ向けて検討中の ATV 発展型案であった。この提案は2つのドッキング装置を持つ ATV を複数前後に連結していくものである。現在使われている ATV でも主推進システムは筒型のトンネル状になっており後方にドッキング装置を追加することを考慮した設計になっている。これにより ATV が ISS にドッキングしている間でも、ソユーズやプログレス補給船などのロシアの宇宙船は、ATV を間に挟むようにして後部へ、ドッキングできるようになる。また生命維持システムを搭載すれば、MSS だけで、小型宇宙ステーションとして利用することも考えられた。ペアーズと名付けられた、最初の研究は、ラデューガに似た弾道カプセルを、 ATV のドッキング部に組み込み、数十キログラムの貨物を帰還できるものであった。ペアーズは、展開型の耐熱システムを特徴としていた。エサはこのシステムを、プログレス補給船と宇宙ステーション補給機にも提案していた。貨物往復機計画では、数トンの貨物を帰還できる、より大きなリフティングカプセルを研究した。 これは ATV の弱圧貨持区画の代わりに取り付けられることになっていた。さらに最終的には ISS のアメリカ側にドッキングすることを目標としており、そうなれば現状では不可能な国際標準実験ラックを丸ごと通すことができる。この構想は2010年までに実現できる可能性があったが、餌の財政状況を理由として、 カーブよりもペアーズが優先された。しかし結局はペアーズの承認を得るための提案がエサの閣僚会議に提出されることもなかった。ATV の打ち上げをアリアン語以外で行う可能性も研究された。特にカッツではアトラスやデルタによって ATV を打ち上げる案が検討されたが NASA はアメリカだけで補給ミッションを行うことを選択し ATV は不採用となった。 人員輸送機は検討されたもう一つの案である。カーブ案と同じく現在の貨物キャリアを弱圧再突入カプセルと置き換える。貨物型との大きな違いは非常事態が起きると有人カプセルをロケットやサービスモジュールから引き剥がすためいくつかのブースターロケットを装備した乗員脱出,出システムを備えている点である。ATV の CTV、e、派生型は 4から5人の乗員を乗せることができる仕様であった。2008年5月14日、イズ・アストリアムとドイツ航空宇宙センターは ATV を元にした人員輸送システムの計画を発表した。この宇宙船は3人乗りで改良型のアリアン5ロケットで地球低軌道に投入でき、ロシアのソユーズ宇宙船より広々としている。提案中の宇宙船の模型は 2008年にベルリンで行われた国際航空宇宙展示会で発表された計画が餌の承認を得られれば2段階の開発が行われる計画だったが結果的には認められなかった第一段階の無人型は前述のカーブと同様に貨物を宇宙から地上へ安全に輸送できるもので2013年までに開発 もしここまでで開発が打ち切られても、餌は貨物機として利用できる。ISS 計画のほか、NASA が提案中の火星サンプルリターンにも役立てることができる。この段階の開発に要する費用は、イズ・アストリウムによれば、およそ10億ユーロ以下だという。第2段階では、第1段階のカプセルを安全な人員輸送に使えるよう改良する。 イズ・アストリウムの上級代表者によれば、開発期間は4から5年で20億ユーロを要するという。なお、エサとイズ・アストリウムは、ロシア宇宙庁と CSTS 計画も検討していた。CSTS は、ATV の貨物キャリアを、ロシア製の有人カプセルと置き換えたようなコンセプトで、あり、ATV 有人型との違いは、 カプセルもイズが開発するかという点に過ぎない。ありがとうございます。